え皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所の土下です。えー、この動画では、テクニカル分析を中心に、足元の相場の状況ですとか、まあ、今後の注目ポイント、こういったところをですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。もしよろしければ、まあ、いいね、もしくはチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは早速、始めていきたいと思います。えー、それでは早速、えー、先週の振り返りからしていきたいと思います。えー、日経気の冷やしチャート、ご覧いただいているんですけれども、 先週末4月16日の日経平均終わり値が2万9683円で、前週末4月9日の終わり値が2万9768円というところで、まあ、先週1週間を通じてです、ね、週足ベースでは85円安となっています。 でさらに遡って前の週、こちらがです、ね、86円安というところで、まあ、2週連続の,、まああの下落が続いたわけなんですけれども、まあ、この2週間の下げ幅自体は、ねまあ、170円ちょっとというところで、まあ、あまりです、ねこう 2, 週まあ、2週連続下落したという割には、まあ、その下げ幅自体はまあ大きくないですので、まあ、比較的堅調だったのかなというふうな見方もできるのかなというふうに思っております。でですね、先週1週間の ロク、まあ、足のまあ並び、こちらをまあ見ていただきたいんですけれども、ちょうど青い線で囲っているんですが、このソク足がです、ねまあ、黒い線の陰線と白い線の陽線、こちらがです、ねまあ、交互に現れるような形になっているといった状況です。 でこの株価と移動平均線のまあ絡みを見ましても、この赤い線の5日移動平均線、まあ、こちらを意識してまあ推移しましたねと、まあ、ほぼ横ばいですけれども、でなおかつ、ですね、まあ、時折、この25日移動平均線がまあサポートとしてまあ機能しているというところですので、まああのまあ、日本、もしくはアメリカともに、ですね、まあ、決算シーズンといいますか、まあ、企業業績こちらがポツポツと、まあ、あの発表が増え始めている中で、ですねまだ様子見がついているのかなといった、そんな状況になっています。 でですね、足元の上値の目ドとしては、この3万円、こちらをですね、トライできるかというところと、ここを超えてきた後にあとに、直近高値の2月16日と3月18日の高値同士しを結んだ上値ラインですね、ここを超えてこれるかどうかというのが焦点になってくるというところです。あと引き続き、ですね、この25日線がサポートとして機能できるか、こういったところも注目になっています。 でですね、下段の方の MACD、D まあ、見ていただきますと、ちょっとです、ね、このシグナルと赤い線の MACD がです、ねまあ、ほぼシンクロ状態といいますか、ほぼ重なり合っているような状況に見えるんですけれども、実は先週末の時点で,です、ね、この赤い線の MACD がシグナルを下抜けるクロスとなっていますので、ちょっとこの辺が気がかりかなといった感じになっています。で続いてです、ね、トピックス、こちらもまあ日経ーキ同様に見て,い見ていこうと思うんですけれども。 えとまあ、先週末の、まあ、4月16日のトピックスが1960ポイントでしたと、でさえー、と前週末が4月9日ですね、1959ポイントでしたというところですので、まあ、1ポイントと、まあ、非常に微妙ではあるんですが、こちらは週足ベースで一応反発しているといった形になっています。ただですねやはりあの先ほどの日経期と同様に あのローソク足子の並び見ていただきますと、まあ、ヒゲが長い線がまあ目立ってますよね、まあ、5日移動平均線を意識したまあ動きというのは2ケーキと変わらないんですけれども、まあ、トピックスに関して言いますと、2ケーキ、25日移動平均線、サポートとして機能していたんですが、トピックスについてはまあ上根、ね、上値の抵抗と言いますか、抑制としてまあ機能しているといった状況になっていますと、でさらに下段のです、ねまあ、マックディルシグナル、こちらを見ていくと。 まああの3月の下旬に MACD がシグナルを下抜けるクロスが出てからずっとこの下落基調がついているといったところありますのでまあ引き続きですねまあトピックスのまあ弱含みというのがちょっと印象深いような状況になっていますと。でまあ今週のまあ相場展開ですねまあどうに見ていったらいいのかというところなんですけれども。 まずは、この主な予定、こちらからチェックしていこうかなという,うに思っております。ご覧いただいているのが、今週の主な予定をですね、一覧にまとめたものになっています。画面向かって左側が国内の予定と、で右側が海外の予定というふうになっています。まあ、先ほどもですね、日米ともに決算が増え始めましたよということをまあ伝えたわけなんですけども、まあ、国内の方を見ていくと、20日のですね幕開けですとか、あとは22日の日本電産、オービックディスコ で23日の、まあ、M3、まあ、このあたりがです、ねまあ、注目されるのかなというふうに思われます。まあ、ただ、まあ、国内の決算よりも今週に関して言うと、まあ、海外の方、こちらの方に注目が集まってしまうのかなといった感じです。まあ、具体的に見ていきますと、20日はネットフリックスですとか、P&G、まあ、ジョンソン・エンド・ジョンソンが予定されていますし、 22日にはインテルがあったりですとか、注目のです、ね、企業の発表が相次ぎますので、海外の方、う、特に米国市場ですねの決算の動向を見ながら、国内のです、ね、決算も睨みつつ、3万円を日経金にトライしていけるのかどうかといったところが、今週の注目材料というふうになっています。 またです、ね、進行市場の方に目を向けていきますと、22日にです、ね、IPO が3名柄ほど予定されています。ステラファーマ、ネオマーケティング、ビジュナルといった感じになっています。でこれを踏まえてです、ね、今週の注目点を見ていこうかなと思うんですけれども、先週末。 ですね、日米首脳会談が、まあ、開かれましたと、で共同声明にです、ねまあ、1965年以来に今台湾という言葉が明記されたですとか、あとはこの直近ですね、まあえっと、ファーストリテイリングですとか、まあ、良品計画、まあ、いわゆるこう新興面ですね、綿花の新興面ですね。 こちらをめぐる、まあ、あの憶測で、まあ、株価がですねちょっと不安定な動きを見せたりですとか、そういったところありますので、まあ、この中国リスクというところが、まあ、あの今週に限らずですね、まあ、しばらく意識されてくるのかなといった印象になっています。まあ、当然、この日米首脳会談を踏まえて、ですね中国側の反発というのが当然想定されますので、まあ、例えば、 えとまあ、国境付近にですね中国の船がまあ行き来したりですとか、そういった嫌がらせまあ、あったりですとか、あとはこう日本企業をですね、まあ、先ほどもそのファーストリテリング、料品計画の話したと思うんですけれども、まあ、中国というのはこう巨大な消費市場を抱えてますので、まあ、当然、日本企業もですねこの中国の市場でまあ稼いでいるまあ企業、たくさんあるんですけれども、まあ、当然、このウイグル問題、まあ、香港問題というのは、いわゆるこう人権に絡んでくるまあ問題ですので、 周りですね、この利益を追求するあまり、この中国側のです、ね、こうやって疑惑に対して、まあ、なあなーみたいな姿勢を示していきますと、国際的な信用を失ってしまいかねないというところで、板挟みになってしまい価値というところと、あとこの米中の対立というのも、まあ、今後、激化する可能性も踏まえていくと、サプレーチェーンも含めてです、ねまあ、見直しを迫られたりですとか、な、まあ、何らかの形でこう日本企業がです、ね、選択に迫られる場面というのが出てくるんじゃないかといった感じはなっています。 でまあ、2番目、ですね、まあ、投資分別のまあ売買動向になっていきます。まあ、実はあの先ほども見てきたように日経金トピックス、まあ、あまり株価の方向性出なかったわけなんですけれども、この投資分別売買動向を見ていくと、市場の売買シェア7割ぐらいを占めているまあ外国人投資家がです、ね、実は2週連続、買い越しているんですね。ただその外国人投資家がこう いしている割に株価が思ったより上がってこない、アメリカの株高についていけないという状況が続いているので、まあ、じゃあ、どこ売ってるんだろうかとなってくると、まあ、2つほど売り越しが目立っている主体があります、1つがです、ね、投資信託です、でもう1つがです、ねえー、と信託銀行になります、こちらの資料にも書いているんですけども、実はこの信託銀行の動向を見ていきますと、1月の第2週からずっと売り越しが続いています。 で、このじゃあ信託銀行っていうのはどういった？まあ、投資主体なんですか？と言いますと。とまあ、代表的なものといえば、まあ年金絡みですね。えっと gpif こちらがですね。まあ、株をまあ売買するときに信託銀行を通じてまあ取引をするといったところありますので、この信託銀行の動向というのがある意味ですね。その背後にあるこの gpif、まあ、こちらの動きもですね。一部表しているというふうに考えることができます。まあ、かなりですね。まあ、大雑把なま見方になってしまうんです。けれども、まあ、この信託銀行というのが。1月 在日中からもう三ヶ月近くですね。ずっと利子差がついているというところあります。じゃあなんでこの GPIF が株を売ってる可能性が高いのかというと、まあ当然この年金機構というのはえっと。 まあ持っているです、ね、資産を何らかの形でこう運用するわけですね。で、まあ、当然、債券であったり、まあ、国内株であったり、まあ、外国の株式債券だったり、まあ、いろんなものにこう投資してるんですけども、それぞれのです、ね、資産のウェイト配分の上限というのが決められています。でまあ、もちろんです、ね、そのウェイト配分に沿う形で、この GPIF が運用していくんですけども。 まあそのウェイトハイブの上限いっぱい、例えば GPF が株を持ってたとして、その後株高になりましたと,となってくると、株高によってその持っている参価値も上昇してくるわけですよねとなってくると、決められているまあ投資枠の上限ここを超えてくると、超えてきた部分をこうリバランスのために売ってくるといった状況はまあ考えられるという状況ですね。なので、もしかするとこの信託銀行の売り越し基調というのが、この GPF のリバランスじゃないかといった見方が一部であるようです。でですんでまあ3ヶ月ぐらいですねずっと売り 売り越しついてましたから、ぼちぼち需給が一巡すればです、ね、需給面で軽くなって、あっさり日経金が3万円を超えるといった場面もまあ想定されるのかなといったところが1つ目のポイントと、あともう1つはです、ね、じゃあこの1月の第2週、信託銀行が売り越しに転じたタイミングですね、この時の日経平均がいくらだったかというと、大体2万8000台なんですね。 となってくると、2万8000円台を日経平金超えてきたあたりから、この信託銀行が売り子新定値だとなってくると、今後です、ね、株価が調整を迎えた際に、この2万8000円というのが、一つですね、下値の目処として意識される可能性も今後出てくるんじゃないのかなと、まあ、もちろんあの、もう少し細かく見ていく必要はあるんですけども、ざっくり捉えるとです、ね、そういった見方もできるのかなというふうに思っております。 でですね、今後の日経期の方向性、こちらも見ていこうと思うんですけれども、ご覧いただいているのが日経期の冷やしチャートなんですけれども、対数チャートと言われるものになっています。この対数チャートってどういったものかと言いますと、左側のメモリ見ていただきたいんですけれども、まあ、下からいくと1万6000円、1万8000円、2万円といった感じで、まあ、2000円刻みでメモリ、まああのー 刻まれているんですけれども、ただこのメモリの幅といいますか間隔を見ていくと、株価がですね上がるほどこのメモリの間隔が狭くなっていることがわかるかと思います。株価のですね値幅ではなくてえっと比率上昇率下落率これに基づいて表しているチャートといったイメージを持っていただけると分かりやすいのかなといううに思います。 例えば、ですね、まあ、あのこのメモリが一番下である株価1万6000円のとき、このとき、ね、株価が10%動きましたというと、1万6000円の10%ですので、まあ、1600円になるんですけども、じゃ例えばこう3万円になりましたと、3万円の10%いくらですかというと、3000円というところで、まあ、同じ10%動いたとしても、値幅で見ると倍近く違ってくるわけですね。なので、どちらかというと、まあ、株価がですね、まあ、昨年のコロナショックのまあ下げ止まった水準、まあ、大体こう1 6000円ちょい。 上あたりですね、まあ、ここを基準すると株価が倍近くになってますので、まあ、対数チャートでですねちょっとこう長い期間といいますか、その株価の上昇率、まあ、こちらに基づいて見ることによって、まあ、どれくらい上がりそうなのかといったことを探ろうといったものが、このチャートになっていきます。で、この対数チャートに、まあ、いわゆるギャンアングルというのを重ねていきます。これ、どういったものかといいますと,、えー、と、コロナショック後の休み3月19日を起点に、まあ、赤い線がまあ5本ほど今、描きました。 でまあ、そ,こそれぞれの線を見ていくと、1×1、まあ、2×1、3×1、4×1、そして 8×1 というふうになっています。これ、何を表しているかといいますと、まず起点となる3月19日からです、ねまあ、株価が反発していって、一旦高値をつけましたと。でこれが基準になっていきます。1×1、まあ、ラインですね。で、この時に作った角度の半分が 2×1 ライン。で、3分の1の角度が 3×1 ライン。 で4分の一の角度が 4×1 ラインといった形で、まあ、まず基準となるトレンドのですね、応じてその角度のまあ半分ですとか3分の1、そちらを表したものがそれぞれの線ということになっています。で、こうやってこの対数チャートにこのギャングルを重ねていきますと、まあ、昨年のです、ね、10月あたりから、まあ、日経平均、非常に強い動きを示しているんですけれども、大体いい上値というのがこの 3×1 ラインで止ま,まっているということが分かります。 でまあ今年のです、ね、3月以降といいますか、2月の高値をつけてからは、この 3×1 ラインからか乖りしていって、4×1 ラインの方向にまあ向かっていっているという状況になっています。で、この青い線の25日と緑の線の75日と平均線がまあサポートとして機能しながらまあ揉み合いつつ、4×1 ラインに向かっているといった状況なんですね。じゃあ、このあと、ね、株価がどう動くのかなんですけれども、まあ、いくつかまあシナリオが想定されるかと思います。 この3枚をまあ意識してです、ね、まあ、ここからです、ね、再びこの 3×1 ラインを目指して動きになるというのが一つの見方。で、次はですね、緩やかに上昇しつつ、この 3×1 ラインと 4×1 ラインの間を推移していくという見方。で、3枚に沿って 4×1 ラインにまあ接近していくという見方。で、今すぐですね、調整を迎えて、4×1 ラインに向かっていくという見方になっていきます。 まず最初のですね、このままですね、株価がこう急上昇していって、3×1 ラインに向かっていくとなってくると、まあ、今の状況をです、ね、垂直線上にまあ株価上の方を見ていくと、この 3×1 ラインと交わるところというのが3万4600円ぐらいなんですね。とと、なってくると今からこう、 5000円弱ほど上げないといけないというところがありますので、まあ、よほどです、ね、強い材料がない限り、まあ、このシナリオは難しいのかなとなってくると、残りはです、ね、3万円を超えて、値、まあ、固めしつつ、まあ、4×1 ラインに向かっていくシナリオ、もしくは3万円に上値を抑えられつつ、4×1 ラインに向かっていくという見方、そしてあとは目先の調整で。 ますぐですね、株価が下落して、4かかっていく見方、大体この3つに絞られてくるのかなというふうに思います。いずれにしてもです、ね、この3万円を意識しつつ、まあ、上げ下げを繰り返していく展開、まあ、こちらがです、ねまあ、今のところの想定シナリオなのかなというふうに見ることができるかと思います。逆を言うと、3万円を超えてきたからといって、ここからぐん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 株価が上がっていくというよりは、3万円をトライしていって、値固めできるのか、次の上値はどこなのか、そういったのを探り探り、まあ、上昇基調をたどるにしろ、横ばいをたどるにしろ、 まあ推していくことが見込まれますので、レンジに近い形でですねまあ動いていく可能性が高いのかなというふうに見ることができるのかなと思っております。でですね まあ先ほどものあの述べたんですけれども、まあ、アメリカ株がです、ね、非常に強い動きを見せてますと、先週もまあニューヨークダウと S&P500 がまあ市場最高値をまあ更新していく中で、まあ、日本株はいまいちその流れについていけていないという状況が続いているんですが、ナスダックもです、ね、同じような状況になっています。これは NASDAQ の冷やしチャートの、D、になるんですけども、 まあこのようにです、ね、ナスダックの動きを見ていくと、いわゆる2月の高値と3月の高値、これを結んだ上値ラインを超えてからです、ね、5日移動平均線に沿ってナスダックは順調に株価が戻してきましたと、で足元の状況というのは、その直近高値の2月16日、ここはですね捉えそうな状況になっています。でこの株価が5日移動平均線に沿って上昇していくというのが、まあ、ニューヨークダウン、S&P も同じような状況になっています。 でまあ、下段の幕に見てもです、ね、非常にあの強い動きを見せているというところと、あとはまあ株価ですね、この2月の高値と3月の高値、こちらの途中に、ですね、まあ、いわゆる株価が下落した局面があるんですけども、ちょうどこれがダブルボトムになって、ですねあの再び戻り基地をたどっているという見方もできますので、まあ、アメリカ株、特にナスダックを見ていくと、上方向にしか強い状況になっています。 ただですね、注意していただきたいのが、じゃあこの株価の上昇がどこで一旦落ち着きそうなのかというところですね、まあ、非常に見方としてはシンプルなんですけれども、株価が明確にこの5日移動平均線を下抜けるかどうかといったところがポイントになってきます。で、このチャートをですね、過去に遡って、ちょっとオレンジの四角で3つほど囲った部分があるんですけども、まあ、株価が5日移動平均線をまあ下抜けましたと、その後ですね、大体25日移動平均線、もしくは75日までですね、まあ、株価が調整する。 るという場面がありますので、まあ、株価が、まあ、基本的にはアメリカ株ですね、上方向を見ていいとは思うんですけども、株価が明確に使い道平均線を下抜けてしまった場合には、まあ、特に今回、ですね5日と25日の平均線の間はかなり距離がありますので、ちょっと注意が必要かなと、まあ、ここだけがですね、まあ、米株の懸念点といいますか、経過しておくべきポイントかなというふうに思っています。 でですね、今週も引き続き、決算を睨みながらというところで、日経平均トピックス、まあ、あの今朝なんかもです、ね、月曜日の取引が始まりまして、日経平均、南朝にスタートしてるんですけども、日経平均トピックスがです、ね、横ばいの揉み合いがついていった場合です、ね、マザーズの動き、こちらもちょっと注目かなと思いますので、最後にこちらも見ていこうかなと思っています。ナスダックについては、実はです、ね、4月に入ってから、このようにボックス券での推移が続いています。 えとまあ、上値を抑制するまあ株価の目安としては1250ポイントですね。で、まあ、下値の方がまあ緑の線の75日線ないしは、青い線の25日移動平均線、こちらがサポートになってきているという状況になっています。じゃあ、いつこのです、ねまあ、ボックス券をまあ上離れ、もしくは下離れするのかとなってくると、まあ、どちらかというとです、ね、まあ、上離れの方を意識しつつあるのかなということが読み取れます。どういいったことかととかますと ま,あまずこの1250ポイント、節目ですので、節目を超えて一旦来ると、ですねまあ上昇弾みがつきやすいといったところもありますし、あとはまあ何度もまあ見てきたように、直近高値同士をですを結んだ上値ライン、実はこの足元のボックス相場というのが、この上値ラインを超えてから続けているというところですね。で、またナスタックと同じように、このようにダブルボトムをつけてと、要はダブルボトムをつけて、ちょうどネックラインの1250ポイント、ここを超えそうで超えられない、ま。あ えっともみやがついててまあ要は市場のエネルギーが溜まっている状況というところになっています。ですのでまああのひとたびですねこの1250ポイントをまあ上抜けてくるような展開になってくると上昇基調を強めていくといったこともまあ考えられるわけです。ですのであの。 今週に関して言うと、まあ、トピックス日経平均がです、ねまあ、ちょっと方向感がつか、まあ、みにくいような状況になったとしても、新興株市場の方に、まあ、あの資金が流れるかといったところが注目ポイントになっていきます。また今週ですね、あの決算、まあ、幕開けぐらいしかありませんので、特にマザーズですね。となってくると、1給面でも軽くなることを想定されますので、まあ、あのマザーズの動きというのも1つ注目ポイントかなというふうに思っております。え解説は以上になります。 また、楽天証券の投資情報サイト、トーシルでもですね、まあ、テクニカル風林火山というレポートを毎週アップしておりますので、そちらも合わせてお読みいただければと思います。またですね、この動画も毎週更新していきますので、また最後,になる最後のお願いにはなるんですけども、まあ、いいねもしくはチャンネル登録の方していただけると嬉しく思います。それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。